マサチューセッツ湾交通局。マサチューセッツ湾交通局は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の公共交通機関事業者。ANTAという略称でよく呼ばれる。T と呼ばれる、全米最初の地下鉄をはじめ、近郊列車や路線バス、さらには、マサチューセッツ湾のフェリーも運営している。これらの交通機関は、ボストン市及びその周辺を広くカバーしており、通勤、通学の足として、また、観光客の移動手段として用いられ、ボストン都市圏の渋滞緩和に役立っている。また、法執行機関、警察としての機能も有しており、マサチューセッツ湾交通局警察が組織されている。ボストンの公共交通の歴史は、植民地時代の1631年まで遡ることができる。この年、ボストンにあった植民地政府は、半島の上に設けられたボストンの交通の利便性を改善するために、都線の運行を始めた。陸上の公共交通は、独立革命以降のことで、1793年、ボストン・ケンブリッジ間の駅馬車の運行が始められたのがその起源である。その後、ニューイングランド各地を結ぶ駅馬車の運行が行われるようになるとともに、駅馬車を大型化して短距離の乗降の利便性を高めた大型馬車オムニバスが1820年代には市外でサービスをはめている。オムニバスは1832年には軌道に乗せ、輸送力と乗り心地の向上を図った馬車鉄道に発展した。馬車鉄道は厳冬期を含む通年の公共交通の運行を可能にした。馬車鉄道はその後延伸が進められ、1856年にはケンブリッジ地区への延伸も行われた。初期の馬車鉄道は路線ごとに異なった事業者により運行が行われたため、運行事業者は20社も存在した。運行事業者が細分化されている状態では、路線網の発展が妨げられたり、過当競争が発生するという弊害があるため、1887年、州政府の指導下でこれらの馬車鉄道は一社に統合され、ウエストエンド市街鉄道が誕生した。ウエストエンド市街鉄道は1480両の車両を持ち、当時アメリカ最大の市街鉄道事業者であった。この会社の最大の問題は、8000頭にも及ぶ馬の飼育費用にあった。高い餌代に加え、病気で馬を補充する必要もあり、その費用は莫大な額に上っていたのである。サンフランシスコで生まれ、シカゴで大規模な路線網の展開が行われていたケーブルカーは、冬の降雪の問題で、ボストンではあまり広まらなかった。フランクス・プレーグの吊り掛け駆動式の路面電車が1889年に導入され、その後、馬車鉄道路線を置き換えていくことになった。市街電車の登場は革新的であったものの、ヨーロッパから到着する人や物資により大発展を遂げていたボストンの市内交通を賄うには不完全で、公共交通の改善は都市の発展の課題となり、1891年、高速鉄道委員会が設立された。委員会は1892年に4つの高架鉄道路線と市街電車が乗り入れる地下鉄路線の建設が必要であるとする報告書を出した。これを受け、1894年に公的機関であるボストン交通委員会のもと、ボストン市内で必要とされる鉄道路線を建設、運営する民間会社であるボストン高架鉄道が設立された。ボストン高架鉄道は、ウエストエンド市街鉄道を1897年に買収し、ボストンの都市交通を包括的に運営する事業者となった。ボストン高架鉄道は、最初の地下鉄区間であるトレモント通り地下鉄、現在のグリーンラインの地下区間を1897年から1898年に開業させた。この路線は路面電車を直通運転させる目的で作られたという点で、都市高速鉄道として建設された他都市の地下鉄路線とは性格が異なるが、アメリカで最初の地下鉄で、このことは現在のANTAもしばしば宣伝している。1901年にはメインライン高架鉄道、現オレンジラインが開通した。この路線は市街外縁部から都心へ路線を伸ばし、都心部は地下構造になっていた。その後間もなく、アトランティック通り高架鉄道、1940年代に廃止が開業した。両社は、ニューヨーク地下鉄よりも3年早く登場した、ニューヨーク高架鉄道ははるか以前から存在していたが、ボトン最初の都市高速鉄道であった。1908年に開通した、ワシントンストリートトンネル、現オレンジラインは、高架鉄道の都心ルートを短縮した。路面電車が乗り入れるトレモントストリート地下鉄は、地上の軌道の短絡ルートして、無数の支線や延長部分を持つに至った。これに加えて、メインライン高架鉄道のスリバン駅やダッドリー駅、1987年廃止などに乗り換えターミナルが設置され、路面電車利用客はここで高架鉄道に乗り換えて都心に向かうことができるようになった。次に建設された路線は1904年に開業したイーストボストントンネルで、ボストンハーバーとイーストボストンを結ぶ路面電車用のトンネルであった。このトンネルの開業により、路面電車とフェリーの乗り継ぎが不要になった。このトンネルは1924年に高速鉄道用に転用され、現在はブルーラインのボストン市街側の路線の一部となっている。1912年にはケンブリッジトンネルが開業した。このトンネルはケンブリッジ地区のハーバードスクエアのダウンタウンに掘られたものである。その後、市街南部とダウンタウンを結ぶドルチェスタートンネル、現レッドラインの開削も行われた。このトンネルに接続するドルチェスター線は1927年、かつてのニューヨークニューヘブン&ハートフォード鉄道に沿って延伸され、アッシモント、マッタパン高速鉄道がマッタパンまで延伸された。この路線の開業により、周辺の路面電車路線の整理が行われている。1922年からは路面電車路線のバス化が進み、1936年にはトロリーバスも登場している。ボストン高架鉄道の事業拡大と自動車の登場による利用客の停滞、低運賃政策は同社の財政を圧迫した。規制当局は様々な形で支援を行っていたが、路線施設とその運営は1947年、ボストン市と周辺の自治体で設立したボストン都市圏交通局に引き継がれることになった。さらに、1964年には権限を都市の交通計画全般にまで拡大した、現在のANTAが登場することになった。公営化以降、路面電車路線のバス化と高架鉄道の地下鉄化が積極的に進められた。1953年には路面電車路線は、トレモントストリート地下鉄に乗り入れる系統と、ハーバードスクエアに乗り入れる系統のみが残った。ハーバードスクエアに乗り入れる路線は1958年にトロリーバス化されたが、これらの路線はボストンで現存する唯一のトロリーバス路線とっている。1959年には新たな地下鉄路線であるハイランド支線が開通した。この路線はボストンメイン鉄道が使用していた。軌道用地を転用したもので、利用客が多かったために車両を増備する必要に迫られた。グリーンラインの各支線のうち、プリーザントストリートポータル、ボイルストンで分岐する延伸線の最後の運行は1962年、A 線と呼ばれるようになった。ウォータータウン支線の廃止は1969年で、アーバーウェイ線、すなわち E 支線の部分廃止は1985年であった。高架鉄道路線は視界を遮り、ボストンの曲がりくねった道の上を通るためにカーブが多く、高速鉄道としては問題が多かった。このため、アトランティック通り高架鉄道は1938年に廃止され、オレンジラインの一部であるチャールズタウン高架鉄道は1975年にルート変更の上地下化され、ワシントン通り高架鉄道は1987年に廃止され、バス専用道路が設けられた。2004年のグリーンラインの一部を構成していた、コーズウェイ通り高架鉄道の廃止により、残存する高架鉄道は、レッドラインの一部付近のみとなった。ワンダーランドへ向かうレビア延長線、現、ブルーラインは1952年から1954年にかけて開業した。この路線はかつて存在した狭軌のボストンレビアビーチ、リン鉄道の起動時期に、建設されている。レッドラインのブライアンツリー支線は1971年から1980年にかけて建設された。レッドラインのエールワイフに向かうノースウエスト延長線は1984年の部分開業を経て1985年全通した。これらの近年の延長線は単なる地下鉄の延長にとどまらず、駐車場の設置を行うことによって、自家用車の都心への流入の抑制手段としての役割も併せ持つことになった。2005年1月12日、メドフォードとサマービルの住民は、マサチューセッツ州に対して訴訟を行う意向があることを明らかにした。中央道路、トンネル計画が交通流動を変え、沿線に汚染と混雑をもたらすことがその理由である。あんたは、この2都市に向け、グリーンラインを延長する計画を持っており、この知らせを受け、1990年以来、進展していなかった工事の着手を表明している。ボストン高架鉄道は、ボストン市街地の交通を経営する事業者であった。現在、あんたが経営を行っている郊外地域には、ベーステート路面鉄道やマサチューセッツの農村部で、長大な道電車路線網を展開した。イースタンマサチューセッツ路面鉄道などが存在した。イースタンマサチューセッツ路面鉄道は1930年代から1940年代に路面電車運行を廃止するが、その後も1968年にアンタに吸収されるまでバス事業者として活動を続けた。近郊列車はニューヨークニューヘイブン&ハートフォード鉄道とボストン&メイン鉄道が運行していたボストン近郊の通勤列車サービスを1974年に引き継いだものである。あんたの地下鉄は T と呼ばれる。レッドライン、ブルーライン、オレンジライン、グリーンラインの4路線があり、ボストン市内、郊外を走る。日本の地下鉄同様、車体や駅の案内板の色が路線の色に統一されている。支払いは現金のほか、2007年1月からあんたの乗車カードで磁気券のチャーリーチケットと IC 券のチャーリーカードに対応しているストアードフェア及びプリペイドといった支払いの方式については細かい違いがあり煩雑なので当局のウェブページを参照。2006年12月までは地下駅で販売されているトークンでも払うことができた。チャーリーはフォークソング、チャーリー・オン・ザ・またの歌詞中で後払いのために必要な所持金がないために、ボストン地下鉄、当時はメトロポリタントランジットオーソリティから降りられなくなってしまったという架空の人名に由来する。レッドラインは北西港のエールワイフ駅を起点として JFK 駅で分岐し、南港のアッシュモント駅と南東港のブレインツリー駅に向かう地下鉄路である。駅は24ある。途中、ケンブリッジ市内のハーバード駅やケンドール、MIT もより駅、ダウンタウンの南駅を通る。ブレインツリー行きの電車は、クインシー市内に4つの駅を有する。パークストリート駅で、グリーンラインと、ダウンタウンクロッシング駅で、オレンジライン及びシルバーライン、ワシントン通り線と、また5つの駅で、近郊電車とそれぞれ乗り換えができる。南駅はアムトラックのターミナルとなっている駅で、ポートランド方面の1列車を除きすべての長距離列車が発着する。また、南駅はグレーハウンドをはじめとする中長距離バスのターミナルも設している。南駅はシルバーラインウォーターフロント線のターミナルともなっている。アッシュモント駅でマッタパンハイスピードラインと呼ばれる路面電車に乗り換えればマッタパン駅まで行ける。この路線では1920年代に製造された PCC カーと呼ばれる高性能電車が改修の上で使用されている。グリーンラインはケンブリッジ市東部のリッジメア駅を東の起点としている。西側では BCDE の各支線に分かれている。BCD ラインはケンモア駅で分岐する。B ラインはボストンカレッジへ、C ラインはクリーブランドサークル駅へ、D ラインはニュートン市の中心部を通ってリバーサイド駅へと向かう。E ラインは、研磨駅より2駅ダウンタウン寄りのコプレ駅で分岐してヒースストリートへと通じている。かつてはウォータータウン駅までの A ラインがあったが、現在は廃止されている。他の路線と違い、ライトレールと呼ばれる路面電車形式の小型車両で運行されている。かつてはボーイングバートル社が製造した US スタンダードライトレールビヒクル、アッセルブ、アメリカ標準型路面電車が用いられていたが、不具合が多発したことから、近畿車両製の車両に置き換えられている。ガバメントセンター駅で、ブルーラインとパークストリート駅で、レッドラインと北駅及びヘイマーケット駅で、オレンジラインとボイルストン駅では、シルバーライン、ワシントン通り線とそれぞれ接続している。ダウンタウンから西港へ向かう重要な路線で、利用客も多い。支線区間では、特定の時間帯、運転方向では、料金が無料である。オレンジラインは、北港のオークグローブ駅を起点として、南港のフォレストヒルズ駅に向かう地下鉄路線である。駅は19ある。途中、北駅及びヘイマーケット駅で、グリーンラインとステートストリート駅で、ブルーラインとダウンタウンクロッシング駅で、レッドライン及びルバーラインワシントン通り線とそれぞれ乗り換えができる。また、チャイナタウン駅及びタフツメディカルセンター駅でもシルバーラインワシントン通り線に接続している。その他、5つの駅で近郊電車に乗り換えることができる。バックベイ駅にはアムトラックのアセラエクスプレスや北東回廊の長距離列車が停車する。これらの列車は南駅を起点として、ニューヨーク方面に向かっている。そのため、北駅に発着するポートランド方面の列車とこれらの列車との乗り換えにオレンジラインがよく用いられる。オレンジライン沿い、ロックスベリークロッシング駅より南はボストン圏の中でも特に治安の悪い地域である。ブルーラインは北東港のワンダーランド駅を起点としてダウンタウンのボードイン駅に向かう地下鉄路線である。駅は12ある。途中、ガバメントセンター駅で、グリーンラインとステートストリート駅で、オレンジラインと乗り換えができる。ボストン港の埠頭に立地するニューイングランド水族館や、対岸のローガン国際空港へ向かう客の足として利用されている。ただし、空港の最寄り駅、エアポートステーションからターミナルへは、無料のシャルバスに乗り換える必要がある。シルバーラインはバスであるため、厳密には地下鉄とは言えないが、2両連結の大量輸送可能の車両を使用するほか、一部で地下の専用トンネル内を走ることもあり、安多では地下鉄として扱っている。シルバーラインには、ワシントン通り方面とウォーターフロント方面の大きく分けて2系統がある。ワシントン通り方面は SL4、SL5 の支線に分かれている。SL4 は、レッドライン、アムトラック、及び中長距離バスの総合ターミナルである、南駅から、チャイナタウン駅、オレンジラインと接続、ダウンタウンのタフツメディカルセンター駅、オレンジライン SL5 と、接続を通ってワシントン通りのダッドレイスクエアへ、向かう。SL5 は、ダウンタウンクロッシング駅、レッドラインオレンジラインと、接続から、ボイルストン駅、グリーンラインと接続のループを左回りで回って、タフツメディカルセンター駅、オレンジライン SL4 と、接続からワシントン通りを、ダッドレイスクエアまで南下する。SL5 で北上する場合は、タフツメディカルセンター駅から、チャイナタウン駅を通りダウンクロッシング駅に向かう。したがって、ボイルストン駅は、南港のみ、チャイナタウン駅は北港のみである。これに対し、ウォーターフロント方面は SL1、SL2 の支線に分かれ、南駅を起点としている。SL1 は、ローガン国際空港の各ターミナルへと通じていて、SL2 は、デザインセンターへ向かう。なお、ウォーターフロント方面のシティポイント行 SL3 は、廃止された。SL1、SL2 の車両は、専用トンネル内は、トロリーバスとして架線から給電を受け、架線のない道路ではディーゼルエンジンを使用するデュアルモード車である。安多は地下鉄のほかボストンと近隣の都市とを結ぶ近郊列車も運営している。その車体の色から地下鉄の各路線と対比して、パープルラインとも言われる。運転間隔は1路線につき、1日30往復ほどである。郊外の観光地への足や通勤の用として利用されている。近郊列車は南駅及び北駅を起点として放射状に路線を有する。南駅からはボストン都市圏西端の主要都市ウースター、ロードアイランド州の州都プロビデンス、南東港の歴史の町プリマスへと向かう路線が発着する。これに対し北駅からはコンコードやセーラムに通ずる路線が発着する。アンタはケンブリッジ地区でトロリーバスを運行している。路線数は4路線あり、ハーバードスクエア駅で地下鉄、レッドラインと接続する。ハーバードスクエア駅は接続の利便性を考慮して地下鉄ホームの横にトロリーバスのホームが設けられた構造が取られており、発着方向によりトロリーバス車両の左側で乗降を行うことも生じため、左側にも乗降口を設けた車両が使用されている。アンタは路線バスも運営している。約180路線を有し、市内及び周辺を広くカバーしている。郊外とダウンタウンとを結ぶ急行バスもあり、500番台の路線番号が割り当てられている。アンタは鉄道やバスのほか、ボストン港からのフェリーも運営している。ローガン国際空港やコンスティテューション号で知られるチャールズタウンの海軍基地、クイーンシー港への便が運航している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。